はい、というわけでどうもこんにちは、103系です。というわけで今回もやっていきましょう。今回ね、久しぶりに103系2台出ております。はい、ちょっと邪魔なんでね。というわけで今回はね、またね、メルカリで買ってきましたのでね、開封していこうと思います。じゃあまずはハサミでね、開けていきます。久しぶりにね、メルカリで買いましたよ。送られる。ハサミいらないかもな。うん、ハサミいらなかったわ。素手で開けられそう。はい。ガムテープで。はい。というわけでね、開けましょうか。あいつなんて。どうやって開けんのこれ。え、どうやって開けんのこれ。待って、わからんって。え、どうなってんのこれ。見えましたね。開けましょうか。はい。うん。もうなんかそのまま出しましょうか。いや、出しにくい。はい。じゃあ出てきました。いざ開封。はい、というわけでね。皆さん大好き103系ついにね、買ってきました。買ってきましたってか、買いました。開封します。あ、めっちゃ綺麗。うん、完璧だ。綺麗です。はい、一つずつ見ていきましょうか。うん、発泡シールがちょっとついてました。はい、では前から行きましょう。先頭車両からね。先頭車両です。先頭車両はこんな感じです。大阪環状線のシールもちゃんと貼られていて、いい感じ。で、これやっぱり全部なんでしょうね。ここ台車が曲がってんのね。はじめはその商品だけ不要品だったんかなかとか思ってたんですけど、台車全部曲がってんですね、103系多分。まあ、指紋がいっぱいベタベタについてるので、あとでね、拭いておきます。で、天井にちょっと傷がありますが、まあ、中古なんでそれはしょうがないかなと思います。はい。後ろ。こんな感じ。うん。綺麗綺麗。シールも剥がれてないしね。シールの剥がれ一切ないっていうのは素晴らしい。うん。うん。塗装の剥がれもね、あんまりないし。まあ、あとでね、指紋を拭いておいたらいいかなって感じです。じゃあ。動作確認しましょうか。動作確認ね。はい。見た感じ液漏れはなさそうです。では入れました。はい。ギア割れしないかな。うん、多分 OK でね。ゴムもちゃんとね、新品っぽいのにね、変えてもらっております。変えてもらっておりますっていうか、なんか変わってるような感じがします。新品っぽいものでございますね。はい。どうでしょうか。2両編成なんでね、中間車がね、ちょっとなかったんですけども、2両編成でまさかの値段がですね、1700円です。すごいと思いません。うん、1700円での購入をいたしました。こちらね、環状線。あ、でもこうやって見るとやっぱ違いますね。あの環状線の迫力が全然違う。うん。はい。こうしたらね、いい感じになるんじゃないかな。
うん。ということで、1700円でね、この前と後ろだけですが、ゲットいたしました。まあね、状態もね、いいし、まあ、日焼けもしないし、塗装のハゲもね、なかったんで、でも完璧かなと思います。で、最後に走行動画やっていきましょうか。はい。ついにね、初めはね、環状線103系1台しかなかったんですよ。だから、なんか、103系かわいそうだなとか、なんかそんなことも思っておりましたが、今になったらね、逆にね、逆にですよ、こいつがなんかもうかわいそうって感じになってきましたよ。うん、なんか、家に、323が1編成あるんですけど、環状線がそれに対して、ね、もう、今回でも3台目ですよ。うん、ある意味323がもうかわいそう、うん、まあ、今となって現実ではかわいそうとは思いませんけどね、むしろ103系がかわいそうなぐらいですが、プラレールでだからこそできることなんでね、はい、中間車がないから、ね、どうしようかな、じゃあ上行こう。上。はい。電車設置いたしました。はい。では、登場させましょう、環状線。走らない。走らない。というわけで準備ができましたね。走らしましょう。今回買ったのは103系2両編成のセットです。はい、2両編成です。まあ、パンタグラフがないからね、もうなんかディーゼル電車みたいになってるんですけど、電車じゃない、ディーゼル列車です。すいません、間違えました。電車って言ったらね、電気使って走るものなんでね、パンタグラフが必要なんですけど、はい、環状線をどこか置いておく。はい、ではね、最後に走行動画やりましょうか。では、出発進行というわけで、出発させましょう。なんかこういう風景ですね、なんか。はい、というわけでどうだったでしょうか。今回ね、103系環状線をね、プラレールでね、新しく買いました。というわけで、今回はね、こんな感じで終わろうかなと思います。はい、これでね、環状線3台目です。
じゃあね、またね、どんどん感情線ね、103件集めていこうと思います。では、こんな感じで今回は終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。では、バイバイ。